はい、皆さんこんにちは、ワンダルリーフィッシュです。今回はギレンの刃アクシズの脅威 V ネオジョン上辺の続きをプレイしていきたいと思います。少しプレイの方は進めておりまして、ご覧の通りアフリカ大陸とユーラシア、アジアの、大半を支配下に収めています。今回はその続きとして、まずは北京、ここの攻略を行って、オーストラリア大陸も攻め込んでいきたいというふうに思っています。続いて開発の状況なんですが、基礎、モビルスーツ、モビルアーマー、それぞれ29まで上げています。それに伴ってですね、まずはレウルーラ、これの開発が進んでいます。まあ、実際に運用することはないかなと思うんですが、資源として使いたいなと思っています。さらにですね、ヤクト動画、これも開発が完了しました。ここにはセイラさんが加わってくれたので、セイラさんを乗せています。大きいですね。では時間を進めていきましょう。ギラ動画もですね、ようやく量産体制が整いつつあるということで、数が少しずつ増えています。もっともっと増やしていきたいですね。これはササビーですかね。開発しましょう。できるだけ早くサザビーは開発までこぎつけたいですね。早速開発プランが来たのかな。見ましょう。ああ、来てますね。であれば、もうすぐにでも開発、しかも追加予算も使っていきます。これで4単語に完成ですね。では改めて北京へと部隊を進めていきます。では北京に部隊が入りました。敵ですが、パッと見だとジェガン、あとアッシュマーなんかもいますね。数はそれなりに揃っていると見て良さそうなので、こちらはですね、落とされないように気をつけましょう。この地球侵攻作戦ではガウを使っていますので、ガウが、ね、落とされないようにというのは、気をつけていきたいと思います。グワ、ガウが落とされた。レーンエイムが乗ってたのか。落とされないように気をつけたいと言ってる矢先、いやー、いきなりガウが落とされた。これは痛いな。ギュネイがダメージを負ってるので、まあここはギュネイが落とされては痛いので、ちょっと下がりましょう。かつガウがこれ以上落とされないように、ちょっと防衛ラインを引いた方が良さそうですね。ガウがまた落とされた。ちょっと迂闊だな。こんなに簡単にガウが落とされてると、単純にガウを失った痛手というのもあるんですが、プラスアルファで言うとですね、ガウに乗っていた機体、これも損害を受けているので、かなり痛手ですね。はい、北京はあの後力押しで取りました。ただ損害はかなり出てしまいましたね。機体の補充を行っていきます。でこの後はですね、トリントン基地、ここへと向かっていきたいと思います。サザビーが完成しました。これ、地球へとシャアのいる最前線へと輸送して、シャアはこの後サザビーへと乗り換えてもらいたいと思います。では部隊の方はこの後はいよいよオーストラリアへと突入していきます。オーストラリア部隊数が13とかなり多いですね。ではトリントン基地に部隊入ります。連邦13に対してネオジオンは37と、ガウに代わるファットアンクラー、これを使って輸送しているので、あまり戦力にならない部分もあるかなと思うんですが、それでも数が多いというのは心強いですね。
まあ、ファットアンクラーはですね、ガウよりもさらに走行が紙なので、もう輸送だけして前線には近づかないというのはね、徹底していきたいと思います。では交戦に入っていきます。セイラさんの役と動画です。シャーとスタックを組んで戦ってもらってます。まあ、ここはダイ君の息子娘たちの共演ですね。では殲滅していきます。ここまで数に差があると圧倒できてますね。味方の損害はかなり軽微だと思います。まあやっぱり先ほどガウを失ったのが痛いところではありますけども、バットアンクラが、まあ、前に出ないというのを徹底してですね、これ以上輸送機輸送に耐える機体の喪失というのをしないで進められたらいいのかなと思います。ラダーに関する話が出てますけど、こうセイラさんとシャアの会話もなんかあったらいいですね。ちょっとこの後そういう会話が発生しないかどうかっていうのを確認をしていきたいと思います。はい、ちょっと確認したかったんですが、確認する間もなく、このオーストラリア攻略できてしまいましたね。はい、というわけで今回目的としていた、北京、そして、オーストラリアと取れましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回はですね、ハワイからアメリカ西海岸へ突入、ジャブローと東海岸を抑えていきたいというふうに思います。